みなさんこんにちは、りなです。今日は家を見に来ました。とうとう家を買うんですか社長？買います。日本で家を買うんですか社長？今からすぐにここに行ってテケテケ、はい、これにください。今日はお家を見に来ました。はい、初めて家を見に来てるから、とりあえずいろいろインプットしたくて、その中でなんかいいものがあれば将来の家が想像できるかなと思ってこういう場所に来てます。ということで今日は家を買います。見ます。まずは受付に行かなきゃいけない。受付でなんかアンケートを書く。こんにちは。ありがとうございます。はい、これ地図をもらって早速見に行きましょうか。ゴーゴー。ちなみにここはログウェイらしいですよ。展示場じゃなくてログウェイだって。そうそうそう。でここに本当にめちゃめちゃなんか木の家とかログハウスがある、なんか木の暮らしが体感できるという感じで、そういった名前になったのかな。だからログウェイってつけたのって、ね、なんかここから見てこう小さな村みたいな感じだ ね、 広いよね。全部木の家でいいね。かわいいちっちゃい村が、そう小さい村があるって感じで、広々してて、なんか生活がイメージできる感じだよね。いや、イメージできるじゃなくて本当にここで人が住んでるみたいな感じだよ ね。ちなみにここは別府東愛知だけど、日本全体に34箇所があるらしいから行きやすい。いろんなところから、東京からでも大阪からでも。じゃあ社長、まずどこに行きますか？いろいろありますよ、ね、一番最初に建てられた別府ドーム、この建物に。じゃあ一番古いものから行きますか。行ってみたい。可愛らしい。おお。うわすごいね、木の香りすごっ。あとなんか2階があると思ったらすっごい広々した空間。あれ暖炉いいな。しかもリアルファイヤーじゃん。ドイツっぽくない？そう、木の家はこういったファイヤーがあっていいよね。なかなか日本で見れないよねこういうの。わすごい広々してる。いっぱい木の種類が、あこんないっぱいラインナップ選べて。私だったらこれ言うと思ったよ。ブルー大好きだからね。ブルー大好きだからブルーの色を立てる。ブルーログハウスになるね。いいね。上もあるから上に行ってみる。開放感すごいねマジで、ね、一個の空間だよ。この木の家買ったらここ何に使う？このスペース何する？ここはベッドルームじゃない？ベッド置いちゃいます。ここベッド置いて下リビング。下リビングめっちゃいいんじゃない？なんか別荘に良さそうだね。何をやってるの？タカちゃんギター。俺人生で初めてギター触った。はい。はい、あれ1個下に部屋がついてるね。ここ閉めれるんじゃない、うん、なんか秘密基地感あるよここ。あーちょっと ね。でもそんな秘密じゃないよ。めっちゃ、まあ、全部オープンだけど。ガラスで開放感がいいね。そう開放感がいい。次はこれ見たいなと思って。かわいいでしょ。ちなみにあったかそうな薪。うわいい香り。これがイマゴアールという建物のスタイル。本当に男の秘密基地って感じだね。パパとか好きそうじゃんレナの。ママでも好きそうな、ね、こういう部屋にさ自分の趣味部屋にしてさ。そうだよね。でやっぱ木で作られてるからこうなんか柔らかさもあるしね。そうそう、俺らもなんか家作ったらこういうさ庭に置く、そう庭に置く趣味部屋みたいな欲しいね。そう、タカを家から吹っ飛ばして喧嘩したらどっちかこっちですね。あっちに行ってくださいって多分俺が行くことになるでしょうね。ここにこうバンクベッド入れて今日はあっちで寝ろ。いやこれぐらいのスペースだったら喜んであっちで寝るんじゃない？趣味部屋として最高だよマジで、ね、あったかくていいね。ここ週末に遊びに来るのが楽しいよね。別にさ家を確実に買うって決めてない人でもさこう遊びに来てさ、そう見れるっていうのが楽しいよね。こうデートスポットとしてもデートスポットにします。ここああこれデートスポットだよ。あでも将来の家を想像しながら2人の人生を想像してそうゴールインに向かうという。もう絶対にロマンチックだよ。なんかこういうところに来てあなんかこれだったらここにこうリビングがあってとか、確かにいいかもね。将来一緒に暮らす将来が想像できるから確かにロマンチックだと思うよ。こういうエリアがあるとこうやって喋ってさすごいいい感じだね、うん、そう次の家見ましょう。次はこの G ログという普通に大きいよログハウス。
ね、おお。色も可愛いし。これが欲しい。何？あ、これ？これ？可愛いね。可愛い。可愛いチキンだね。え、これじゃなくて？これ。アルプスの少女ハイジだねこれ。あ、そう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 、ドイツ人がまさに私だよ。どうですか、アルプスの少女ハイジだよ。でもこうなると子供喜ぶよね。でしょ、子供生まれたら。うわ、あー、これもまたいい感じ。分かった、やっぱね、ログね、全部香りがいい。普通の家や、うん、このログハウスすごい。あー、いいね、やっぱログハウスだな。キッチンもちゃんとしたのあるね。ここはオープンキッチンのデザインで、全部また木のフィニッシュ、全部木で統一されてるね。こっちのさ、台とかも木じゃん。あれ可愛いよね。いいね、色もいい。これなんかドイツにもありそうな。確かにちょっとなんか海外チックな感じだよ ね。なんか北欧のイメージだね、ちょっと、うん、おしゃれ感があるね。で、ここに行くと、あの洗面台、バスルーム、トイレ、これも全部木、全部の壁が木になってる。本当だ、お風呂はヒノキじゃない、はい、残念。ヒノキだったら最高だね。まあ、絶対にカスタマイズできるんじゃない。そうだね、ここ俺たちが家作るなら湯船もヒノキにしたいね。ね、ヒノキ香る。手入れがめんどくさいと思うけど、手入れの仕方はちょっとコメント欄で教えてください。皆さん、タカの仕事部屋、ここ本当だ。あ、これぐらい欲しいよ、仕事部屋。ね、うん、このめっちゃでかい木のデスクとかめっちゃいい感じだよね、うん、しかもここから見えるあの景色もいいじゃん、目の前に。あ、そう、モチベーション上がると思う。だから場所も大事だね。、うん、家も大事だけど、どこに建てるかっていうのも大事だ ね。こう目の前に緑が広がってると最高だもん ね。ちなみに収納もちゃんとある。収納、クローゼット、本当だ、素晴らしい。で、このログハウスは2階建てだね。2階建てでございます。ここに私の仕事部屋がありました。このオープンスペースの仕事部屋もいいね。いいかもね。だってここさ、あれじゃない、吹き抜けじゃない。わーお、吹き抜けでございます、社長。これがいい。ベランダ、ベランダ、ベランダでゆっくりできる。これがめっちゃいいね。こう仕事してからここでゆっくりするって感じ。レナ社長の場合は仕事せずにここでゆっくりするね。仕事がはかどりませんよ、こんないいログハウスがあったら。まあ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 、これあれだね、瞑想できるね。ああ、こう、いや、本当にそんな感じなんだね。こんな感じ、うん、そんな感じ、こんな感じか。はい、こんな感じか。瞑想もできます。2つの部屋が、あ、私たちのベッドルームがここ、夫婦の寝室がこっち、私たちのベッドルームはこれで、子供ができたらもう全部想像できるよ、こっち。子供部屋、あ、ロフトもあるじゃん。そう、子供ができたらロフトが子供の遊ぶスペースにする。あ、じゃあいいじゃん、レナロフトで寝ればいいじゃん。だ、そしたら子供2人目生まれる部屋も大丈夫だよ、部屋がある。いいよ、子供があっちで寝る。ひどい親だね。こんな感じ、普通に座れるよ。いい感じのこう秘密基地みたいな。次の家見に行きましょうか。はい、ちなみにここはようやくなしでも来れるのがめっちゃいいよね。だから気軽にさ、時間空いた時にプラプラっと来てさ、見れるっていうのがめっちゃいいね。そう、あとはあの営業マン今もついてないんですけど、いつもつかないです。あの、ここはアンケートを書くだけで、その後は自由にどうぞ見回ってくださいみたいなスタイルになってるから。ここはほどほどの家。ほどほどの家って名前面白いね。ここについてる。ほどほどの家、私はあの黒い木が好きです。おお、おしゃれだね。なんか和モダンって感じはちょっとするね。入り口入って、やっぱり安定の暖炉。うん、俺この雰囲気一番好きかも。ちょっと暗くて落ち着く感じ。だから壁とかも全部ダークトーンで統一されてるよね。ね、本当にいい感じだよね。バスルーム、それも全部ダークトーンの感じ。ね。ここはお風呂がタイルでできてる。いい感じ。ヨーロッパにもありそうなログハウスはあるけど、これこの畳の部屋は絶対にないよ。この木の家、日本です。でもなんかすごい相性がいいよね。うん、ここもまたおしゃれなキッチンがあるよ。だから、あの木でできてるけど、本当にめっちゃハイテックなモダンなキッチン。
ね、その組み合わせもいいよね。2階あります。この木の家2階あります。わ、すごい部屋の数。はい、これ寝室、メインベッドルームかな。イエス、すごい天井高っ。確かにいいね。で、ここが仕事部屋。ここも仕事しやすそうだね。この部屋は何か分かんないけど、趣味部屋とか。俺の部屋かな、タカの部屋。私はここで。このスペースなんだろうね。廊下、廊下だけど椅子置いちゃいましたみたいな。そう、でも こっち吹き抜けになってるからね、開放感すごいよ、この下、ね、さっきの玄関見れるけど、やっぱ吹き抜けはありだね、家作るとき。一気にさ、家が広く感じる、開放感出て、うん、どうですか、このほどほどの家。まだ全部見てないけど、さっき言ったログハウスの方が、うん、なんかモダンな感じで、ね、気に入りだったかもしれない。田舎の方で家土地買って、広い土地買って、うん、庭になんかキャンプできる、さっきのさ、木のエリアとか作ったり、別の池とかそういうのが欲しい。池池やるともうポンド、ポンドだいぶ面積広がりますよ。ポンド、鯉が入ってるポンドで、ちょっとなんか日本っぽいのエレメントも欲しい、うん、あの、あやつ、あの、うん、ポンってやつ、あの、水がピューポンってやつあるじゃん。これが欲しい。よくあの、強度とかにあるやつ。はい、じゃあ次はここのログハウス、カントリーログというログハウスだね。お、見て、中はブルー、外は白、ツートン。え、何これ、え、ここまだ靴で行っていいってこと？イエス。あ、海外じゃん、これまさに。お、ジェンガしましょう。ジェンガやります？ここで始まります、ジェンガ勝負。いや、一回触ったら、あ、そうだ、一回触ったらもうダメだって嫌です。 OK。 早っ、オーマイガー、そんな早く終わらせるやついる。明るくていいよね、窓がめっちゃ大きい。あとちょうどここは、ここまで靴だね。入り口入って、うん、リビング、ダイニングキッチンが全部こう広いスペースになってる、ね。なんかこう見るとすごい開放的が、入り口入ってからキッチンとダイニングまで一気にぶち抜けだからね。で、こっちが、お、寝室、小さな廊下があって、おお、私これが好きだよ、こういう感じのメインの寝室かな。ベッドルーム、トイレ、トイレとお風呂かな、洗面台、お風呂、お風呂です。2階もあります。あ、吹き抜けだ、ここも。ここも吹き抜けてるからもう一個のワンスペースって感じ。2階も広っ。おー、うん、そうだね、天井が高いし抜けてるから、ね、本当にすごい広く感じる。開放感やばい。そう、あと上にプロペラついてる。タカがプロペラが好きだね。そう、プロペラ好き。なんで？これパイロットになりたかったから。あ、ここに仕事をして、あっちでゆっくりして、タカちゃん、ここに子供部屋2つあるから。あ、2人用の子供部屋、子供が2人できるよ。こっち女の子だね、こっち娘用の子供部屋で、こっち息子用の子供部屋。うん、タカの仕事部屋がないだけで。こちらボンダディバイス、2階建ての結構モダンな四角い家だね。入りましょう。おお、うわ、全然違う。うわ、なんかこれ本当に木とメタルのフュージョンの遊びの家って感じだね。見て、家の中に公園によくある運転と、あと滑り棒みたいな、すごいね。あ、ポールダンスよ、これ。そう、ポールダンスよ。あれな、ポールダンスやってたっけ。の見て、これで遊べるとこだね、はい、これ筋トレもできるよ、こうやって。はい、やってください。にちゃんと、あの、何、厳しいね。上がってないよ。厳しいんだね。これでここまで上げろと。そう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 。一。厳しいんだね。二。はい。はい。二回。もう運転もできるし筋トレもできるし、あとこれで登っていくこともできるんじゃない？どうぞ。ヘルニア。体重が重すぎた。登れず。まあでも子供には楽しいんじゃない？こういう家。絶対これ遊ぶもんね。友達とか来たら遊ぶじゃん、子供の。これだったら。
これがタカの仕事部屋だね。俺のデスクちっちゃ。開放的でいいわ。すごいね。でキッチンもなんか、うん、こう抜けてる。ね。ここで。だ全部がこう広く感じるね。こう見ると見てこれ。これ大好きよ。いいね。大好きだわ。大好き。大好きですわ。大好きでござんすわ。大好きでござるまる。これが私はすごい好きだよ。見て。え、閉まるの？そう。すごっ。で、めちゃめちゃ広いドアで、ここで。本当だ。あ、しかも2シンクタイプ。そう。これいいね。ホテルとかでよくあるけど。広いお風呂。と、お風呂。あれ、お風呂も広いね、ここ。ね、全部広い。広々した感じ。ね、こっちトイレかな？あ、トイレでございます。いいね。やっぱ遊び心もあって、木とメタルがうまく融合してて。わかった。よく友達をパーティーとかで家に呼びたい人、ホームパーティーしたい人はめちゃくちゃいい。子供連れでも遊べるし。うん。2階も広々した感じはしますね。ね。はい、ここで。お、ハンモックあるじゃん。レナのドイツの家にもハンモックあるけど。これは子供部屋かな？オープンな子供部屋。うん、悪くないんじゃない？ね、子供がいたらこう回して、おー、気持ち悪くなる。いいね。で、ここもやっぱ吹き抜けだもんね、完全に。うん、あ、こっちあれか。メインベッドルーム。こっちはベッドルームだね。両親のベッドルーム。はい。これはまあオフィススペースとしても使える。じゃあ子供生まれるまではここオフィスエリアにして、で子供生まれたらいろいろ変換できる。今日はありがとうございました。ありがとうございます。いかがでした？いや楽しかったです。いや、めっちゃ良かった。なんか人が住んでるみたいな感じで。すごいイメージ分かりやすいよね。そうそう。あ、ここにベッドルームがあるんだね。で、子供ができたらここに子供部屋ができるんだねとか、いい感じになんか興味が。しかも全部おしゃれだったもんね、家もね。そうだね。で、全部ちょっと違うし、木の入りによって全然なんか雰囲気も変わるし。あ、そうですよね。確かに。はい。良かったです。ありがとうございます。と、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。見たいと思います。お邪魔しました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうでしたか、社長？今日楽しかったよね。いや、めっちゃ良かった。なんか初めてこういった施設に来たから、うん、なんか、ああ、そんな感じなんだねっていう感じが分かった。ちなみにどの家が一番良かったですか？ G ログかな。俺、ワンダー。ワンダー、あの遊び心、遊び心があるワンダー。そっか。いや、 G ログはなんかすごい明るくて、確かにいろんなこう窓があって、しかも木の香りすごかったな、あそこの家。ああ、そうだね。あと、あのその外に座れるデッキとか2階とか1階も両方あって、うん、しかも開放感もあったね。あの吹き抜けになってて、うん、ちなみに皆さんはどのログハウスとか木の家が一番お気に入りでしたか？教えてください、コメント欄で。ということで、この動画はここで終わりにします。皆さんはログウェイのベスに興味があれば、概要欄にリンクが貼ってますので、そこからチェックしてみてください。楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。